11月29日、目黒観光まちづくり協会の主催で街歩きイベントが開催されました。今回の街歩きでは、駒場東大前駅をスタートして、東京大学駒場キャンパスを散策した後、旧前田家の和館と洋館を巡り、ゴールの生尻大橋駅まで歩きました。この日は18人が参加し、2班に分かれてコースを回ります。10年前から年に4回ほど開催されているこの街歩きイベントでは、毎回歩くコースを変えるため、コースを決めているボランティアガイドは日頃から四季折々の魅力ある場所を調べているそうです。今回のガイドのおすすめは旧前田家和館と洋館です。昭和の初めに建設された前田家ゆかりの建物で、参加者は30分以上かけて回りました。またこの時期ならではの見どころは、ちょうど見ごろを迎えていた東大駒場キャンパス内の黄色く色づいたイチョウ並木です。イチョウが綺麗というと、東山の自衛隊病院のね、すぐ近くもやっぱりイチョウ並木になってるのでね、それから大学でいうと大岡山の東京工業大学も長いあのイチョウ並木があるのでね、そこも区内としておすすめのところかなと思います。